じゃあ私は今回ですね、TIS における研究開発のメソッドというところでお話しします。今こんな感じで。で初めに自己紹介なんですけど、私、久保隆弘と言いまして、TIS の戦略技術センターというところにいます。もともとずっと研究開発やってたかというとそうではなくてですね、あの科学系のメーカーのコンサルタントをずっとやっていて、機械学習に触れたのはつい2年、もうすぐ3年だろう。前ぐらいで、今週初めてというか10年ぶりぐらいにラテフを触りましたという、まあ、それぐらいのレベルです。で、まあ、なんでわざわざそんなところに移動したのって話なんですけど、やっぱり技術系、まあ、コンサルタントを長くやっていく中で、なんかやっぱり普通に業務システム使っているだけだとお客さんの課題とか解決するのちょっと限界あるなというふうに思ってですね、まあ、その背景もあって戦略技術センターというところに移動しました。で今は機械学習や自然言語処理を利用したなんか新しいサービスのプロトタイプというところに注力して行っています。ちなみにアイコンはこれで、あのリンク、そうだ、この資料ちょっと後で公開できるかわからないですけど、もし公開したら、ここからリンクからツイッターの簡単に飛べるんで、よろしければフォローお願いします。で、今私が所属しているチームのミッションというのは、すべての人がティータイムに帰れるようにするというところです。で、まあ、定時に帰るっていうと、既存の業務の仕事をこう効率化すれば割となんとかいけるかなと思うんですけど、まあ、3時っていうとなかなかこれ難しいわけですね。まあなんか仕事のやり方を根本的にそもそも見直さないとそういうことはできない。だから仕事の仕方を変えるって結構まあ抵抗が大きいわけですよ。なのでその抵抗っていうのを実際に体験できるプロトタイプを通じて、あ、こんなことができるんだったら変えてもいいねというふうに、その体験を通じて仕事の仕方を変えてもらうというところをミッションに今お仕事をしています。今はその初めになんですけど、今日このテーマをお話しする理由についてちょっと最初にお話ししています。で、機械学習であったりとか自然言語処理っていうのはこうとても可能性を秘めた新しい技術なんですけど、まあ、それらっていうのはですね、まあ、どういうふうに使うかっていうチュートリアルはたくさんあるんですけど、じゃあ実際どう生かすのかっていうところについてはまだあんまりなんかガイドラインみたいなのがないなというふうに思っています。なので、まあ、これらっていうのは結局のところ自然言語処理とか機械学習を使っていればいいサービスになるかというとそうではないので、まあ、どうやってそれを生かしていくんだというところが重要になります。で、うちも研究開発部門なのでそういうのをちょっと失敗しながらいろいろ学んでいるので、今日はですねちょっと技術っていうところから一歩引いて、まあ、それを生かすためにどういうプロセスを踏まえ踏んでいけばいいのかというところについてちょっとこの場でシェアできればなというふうに思います。今からお話しする内容はですね、ちょっと TIS の中の内実に迫ったところも多いので、お話しできるのは今日限りになるかもしれませんというところを思わされています。ただ最近なんか失敗を公表するのは流行ってるんで、このスライドも多分公開すると思います。まあ、というわけで始まり現段階の TIS の中の研究開発のプロセスというのは、大体この5つの要素になっています。一番下に、とりあえずやっぱりミッションというのがあります。これは先ほど言った全ての人がティータイムに変えれるようにするというところです。で、まあ、そこから当然企画が上がってきて、でその企画というのを検証すると。で、必ずこの検証を経てから開発をします。で、企画検証開発というのが基本的なプロセスなんですけど、それ以外に、やっぱり開発していくにあたってはずっと勉強していかないといけないので学習をしていくというのと、あと真ん中に方法というのがあると思うんですけども、これかなり重要なポイントになるのでちょっと後ので解説をしていきます。で、まあ各プロセスのポイントはこんな感じですね。まあ、ちょっと順を追って説明していきます。で、まずは企画というところなんですけど、情熱を持つ課題に取り組みましょうというところです。まあ、一つ言うべきところは、メンバーのモチベーションが上がらない研究テーマは失敗するという真実ですね。研究開発っていうのは通常の開発よりもやっぱりアイデアであったりとか、まあ、こういう手法がいいんじゃないかとか、まあ、そういうひらめきっていうのが結構問われる部分が大きいです。で、人間はですね、モチベーションが上がらないことに対してアイデアを出すのってすごい難しいので、モチベーションが上がらないテーマっていうのに研究開発をしてもなかなか成果が出ないっていうのは自明の気です。ちなみにこれ三菱電機の炊飯ジャーの研究風景なんですけど、これ炊飯器の中の温度を測ったりとかですね、こうお米の立ち具合がどうかとか、まあ、こういうとこを見ているわけですね。
で仮にこの研究を、いや別に米なんて食えれば何でもいいじゃんという人がやってたっていう、これはまあなかなか成果を出すのは難しいです。まあ、これと同じようにモチベーションがない研究テーマっていうのを設定されてるっていうことはなかなか成果が出ないっていうのと多い方ですよという話です。で具体例なんですけど、市場ニーズとか技術動向から設定された研究テーマっていうのはこのモチベーションが湧かないテーマというのに陥りがちなんですね。これ具体例を挙げますけど、これは本当に具体例なんで、あれこれ以上言うとちょっと例えばですね、東京オリンピックがもうすぐ開催されるから、ちょっと観光テーマになんかやらないかと。パーが発売されるから、ちょっと台湾のテーマしようと。あとは、やっぱりお客様からも要望結構あるので、なんかロボットになんか接客させたいと。これからロボットで接客の時代だというので、まあ、接客をやるとかですね、まあ、こういうのがいろいろあるわけですね。で、当然なんですけど、メンバーはですね、別に観光好きでもないし、接客業務にこうめちゃめちゃ興味があるというわけでもない。でまあ、対話ロボット来る来ないみたいなことについても結構懐疑的だったりするわけです、まあ、人によってやっぱ温度差があると、まあ、ただお客さんが何かやりたいと言っていると、まあ、実際案件になりそうだと。で技術的には確かにトレンド、まあ、確かにこの対話とか自然業者で今来てると。で、まあ、こういう会社の意向もあってですね、まあ、こういうのを研究テーマにやるわけです、ね、でそうするとどうなったの、あと、ね、3人退職したりという研究が投入されるというね。あ、これこのスライド早く飛ばしますけど、こういうことになるんですね。で、なんでこんなことになったのかっていうのを考えていかないといけない。で、まあ、その研究テーマにやっぱ大義があるのか、まあ、あるいは共感できるのかっていうところはやっぱ重要ですというところです。で、市場のニーズや技術動向を捉えるのって悪いことじゃないんですけど、まあ、こういう外的要因って皆さんいろんなニュースを触れてるとすぐ分かると思うんですけど、驚くべき速さで変遷するんですね。で、しかもそれが来る来ないって個々のメンバーによって考え方捉え方が違うわけですね。なのでよほどこう、いやこれ絶対来ると、なぜならこういう数値は報告示しているとか、よほどこうみんなが信頼できる確固たる証拠とかがないと、こう全員のモチベーションをまとめてその方向に進むのってすごい難しいんですね。で、まあ、そういうふうにしないでですね、まあ、こういう技術トレンドとかを追ってこうそれぞれの考え方が曖昧なままモチベーションが上がらないまま研究をしているとですね、これっていうのはその研究の質の低下とか離職っていう形で現れてくるということです。で、じゃあどうすりゃいいのっていう話ですなんですけど、まあ、そもそも同じ会社、同じ部門で同じチームに所属しているっていうからにはやっぱり何らかの共通点があるはずなんですね。なのでその全員が同じく共有できるモチベーションの源泉っていうのが必ずどこかにあるはずだと思います。でそれを共有し具体化していくっていうプロセスなしにこの情熱を持って取り組める研究テーマを設定できればできないんじゃないのかなと、まあ、それができないと、まあ、さっきみたいなことになるということです。でこれ先ほどのミッションですね。これはこの反省をもとに設定し直したものなんですけど、やっぱり自分たちにとって一番身近な問題に取り組むことにしたというのが大きいですね。やっぱり接客とか観光って僕ら特に私は別に観光協会で働いているわけでもないし、そのずっとビッグカメラとかで接客しているわけでもないので、やっぱり自分たちの仕事ではないところについてはやっぱり情熱がすごい持ちにくいというので、やっぱり自分たちにとって一番身近な問題は取り組むということになる。やっぱり全員開発者でそれにまつわる問題には関心があると。で現場にずっといたのでそれがなかなか多くいかないこともしている。でこれ解決できたら普通にいいよねっていうはこう素朴に共有できるわけですね。でその純粋に良いと思える状況っていうのをまず共有すると。でだそうするとそうしただけではまだあんまりこう具体的ではないので、これをもう少し具体的なミッションに落としていきます。ズレがないように、まあ、例えばマイクロソフトだと全ての机と全ての家庭にコンピューターをとか、 Google だと世界中の情報を整理し世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること、まあ、これすごい明確な状態ですよね。すべての人の家に、まあ、すべての机にコンピューターがあればいい。なるほど。これはブレないですよね。こういうブレない形に、この素朴に共有できる共感っていうのを落としていく必要がある。なので、このキータイムに変えるっていう具体的な状況っていうのは、そうして具体化した結果になっています。で、これは今企画中のもので、実際にそのさっきのミッションから生まれてきたいくつかの企画です。で1つ目が、まあ、今これカルラっていうふうに言っていて、これはちょっと業務寄りのものなんですけど、
まあ、データの分析とか機械学習ってよく言うんですけど、まあ、そもそもデータが汚いことってすごい多いんですよね。なのでデータを貯めるときからアドバイスをしてくれるようなものっていうのを今作ろうというふうにしてます。だこのまま言ってもお前精度出んぞとか、あるいはこの科目耳が多いからさっさと埋めるとか、まあ、そういうようなところですね、まあ、データが育つ過程からモデルを育てる過程からアドバイスしてくれるというものを今作ろうとしてます。で、まあ、あとウォッチにということでミニマイジングタイムトゥーシンプルエラーというので、もうエラーが起きた瞬間にそれがすでに解決されているようなものっていうのをなんか作れないかというので、よくあると思うんですけど、なんかエラーが出るとでこれピッてコピーして Google で検索するとで、そうするとちょっと隣に Twitter とかがやってね、なんか3件とかあってこうなんか更新あったのかなってついつい見ちゃって、まあ、そういうのよくない出ないんですけど、まあ、ここで全てが関係すると、まあ、ここでエラーが起きたらここでエラーの解決方法も出て、でそれに対してすぐにその解決方法っていうのをこの場で試せると、まあ、ここからは出ないんですというのが、まあ、このウォッチ、まあ、これはまだ検討中なので、もし興味があればあとで詳しく聞いてください。であと重要なのはですね、まあ、これ30代以上の方に特に重要になってくるんですけど、まあ、マネージャーはマネージャーの戦いをするというところです、ね。まあ、これは次回も込めてなんですけど、やっぱりマネージャーの役割っていうのはさっき その研究開発部門におけるマネージャーっていうのは、メンバーのモチベーションをずっとキープしないといけないんですね。でつまりですね、その会社からこういう研究テーマが降ってきたから、まあ、なんとかみんな我慢してやってくれという、このやらざるを得ない案件とか仕事っていうのをですね、まあ、ごまかしてメンバーに納得してもらうということは基本的にマネージャーの役割ではないですね。まあ、仮にそういうことをうまくやったとしても結局成果は出ないということです。なのでこの会社からもこういろんな、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういうのを交わしながら、さっき自分たちが掲げたミッションっていうのを常にその旗を掲げ続けていけないといけないと、まあ、それこそマネージャーのやる仕事ということです。で、まあ、こういうのをやり続けるの容易ではないんですけど、まあ、これ下の方にまあ書いてありますけど、まあ、いろんな実績とかですね、外部提携とか、まあ、そういうようなテクニックを使ってですね、なんとかそういうものを交わして自分たちが情熱を持てる企画っていうのをキープするっていうのがマネージャーの仕事で、まあ、その戦いをしっかりしましょうということです。まあ、以上が企画の話になります。で、まあ、そういう企画が出たら次検証っていう話になります。要するにこの企画は本当にいけるのかという検証をしていきます。で、まあ、検証されていない企画は全て仮説であるというので、結構ね、こう理論上うまくいくって言ったので簡単に思いつくんですよ。で、これ実際の企画書なんですけど、まあ、人とロボットがこう協力して接客に当たろうと。ロボットだけで接客するっていうのは今難しいですよね。まあ、それはそうだと。まあ、対話も音声認証も完璧じゃない。で、人間だけでじゃあずっとやるのというと、まあ、人も人口も減ってくるし、まあ、それもなかなか現実的じゃない。じゃあロボットでできるところはロボットでやって、でロボットでできなくなったところは人間が引き継いでやればいいじゃない。これ一見完璧な理論に見えますよね。まあ、ただですね、これ実際実験してみるとうまくいかない、まあ、そういうのがあるんですよ。まあ、実際はですね、ロボットって結構遊びに来た人とかそういうの多いんで、遊びに来た人の対応できないところまでですね、人間の方に引き継がれるんです。まあ、そうするとなんかペッパーくん遊んでみたいなことを人間が引き継がざるを得なくなって、お前我々何やっとんねんみたいな、まあ、そういう話になって、まあ、結局実験した結果なかなか難しいということが分かった。なのでどれだけ理論上うまくいくと思ってもやっぱり実験しない限りはそれは仮説であるということです。逆にそのダメだと思ってても検証してみなければ本当にダメだということは分からないということもあります。ちなみにこれクレジットカード入会のためのロボットの検証だったんですけど、お客様の要望で入会を断られたらダダをこねるっていう機能を入れたんですね。これ入れるときって、まあ、クレジットカードの入会に断られてダダこねるロボットってなんやねんみたいな、ドン引きなんだけどみたいな、まあ、そういうふうに思うんですけど、実際やってみたらものすごい受けが良かったんですね。かわいいみたいな、あ、こんな風に、ね、なんかくねくねするんだみたいな。なので、こ実際ダメだと思ってもこうやってみると意外と受けたりとか、本当に反応は読めないんで、ダメだと思ったことでもその検証するまではダメだっていう風に決めつけるべきではないということです。で、これは とにかくそのロボットや VR の領域では特にそうだと思います。で、実際その試すのに難しいアプリケーションを作る必要はなくて、これあのホワイトボードで今うちでやってるプロトタイプの検証なんですけど、まあ、こういう簡単なプロトタイプとかフォーストイットだけでもその仮説の検証っていうのは十分可能なので、
まず企画を立てたら、どんな形、どんな素朴な形でもいいから試してみると、まあ、これハリボテプロトタイプっていうんですけど、まあ、こういうハリボテでもいいから試してみるというところがまず重要になりますということです。なので企画を立てたら、まあ、どんな形でもいいので検証するというのをまずやってみます。で、この検証が済むといよいよ開発に入ろうという話になります。もう開発面白いやんけ、最近 PyTorch リソースリリースされたから使っちゃおうかなというふうに思っちゃうんですけど、まあ、開発では爆笑を打たないというところが重要です。で、開発の最大の目的って何かっていうと、さっき実装された仮説があるわけですね。この企画を立てて検証して、検証の結果効果があると。で、この仮説っていうのをなるべく早く実装するというのが、その開発において重要なところです。なので、なるべく早く、なるべく軽く、なるべく硬く作って、その自分たちの仮説っていうのを少しでも多くの人に届けて、本当に多くの人にとってその仮説が真実なのかっていうのを検証するというのが開発の目的です。なので、いざ開発っていう段階で新しいフレームワークとかなるべく持ち出さないようにすると、まあ、そうするとですね、そのフレームワークの検証とかと工数がかぶってですね、なかなか仮説の検証っていうところにフォーカスが置けないので、その開発の段階ではなるべく冒険をしないで、その自分たちの立てたこの効果があるという企画をなるべく早く検証するというところに注力を置くということです。で、逆に候補については盛大に爆死を打っていくということでしょうか。で、まずですね、候補をなくして研究開発の出口なしという、まあ、これはちょっと異論もあるかと思うんですけど、特に私たちのような企業で研究開発やっている部門についてはなるべく成果を出すということが求められるので、じゃあその成果を出すときに一番気にしないといけないことは、その知名度が、自分たちの知名度が皆無であるということを認識することです。なんかすげえいいアプリができた、サービスができたと、みんな使ってくれって言ってもですね、誰がそれ使うねんっていう話です。なので、あの人たちが作ったサービスなら使ってみようかみたいな、まあ、そういう下地を持ってないと、どれだけいいものを作ったりとか、どれだけその面白い開発をしたとしても、なかなかそれって伝わってくれないわけです。じゃあそれどうやるかっていうところで、これどうやるかっていうのは、なるべくいろんな方法で、どういう、例えばブログとか開発をしたらどういう人にリリースするのか、で、どういう媒体に投稿したらどういう人に届くのかっていうのは、いろんな検証をしてみないとわからないわけですね。なのでここでは積極的にいろんなことをやってます。で、一番右側はですね、もう日本語でやるよりも英語の方が圧倒的にいいから、英語で情報発信してみようっつって、これはすげえ当たった例なんですけど、うちの後輩が作ったなんかボスの顔を認識するっていうボスセンサーっていうのがあるんですけど、それ英語で、英語にしてくれっつって英語にしてもらって広報したらですね、 GitHub の差が2000超えて、これちなみにチェイナーより多いんですけどちょっと大変な、多分サイファイか何杯抜いたと思うんですけど、まあ、ちょっと大変なことになった。だからこれは当たった例です。やっぱり英語でやるとかなり効くんだなと思いました。さまざまな媒体ですね。英語で書いたんでハッカーニュースに投稿しようとか、あとは自分でニュースメディア作ってメール配信してみようとか、あとはそのクリエイティブ AI とか、最近ディープラーニング系の研究成果をまとめたサイトもいくつかあるんですけど、まあ、そこに投稿してみたりとかですね、いろんなメディアに投稿して試してみて、でテーマもいろいろで、その論文の実装を試してみたりとか、あとはさっき開発のところでできなかった最新のライブラリを使ってみた情報を公開するとかですね、でいろんなコンテンツを作ってみて、まあ、どういうコンテンツだったらどういうふうに自分たちが最終的にサービスのターゲットとしているユーザーにリーチするのかっていうのを、まあ、いろんな方法で試しているということです。だからこういう土壌があって初めて研究開発の結果っていうのが自分たちが望んでいる人にリーチするというふうに考えているということです。で、最後は、まあ、やっぱり常に勉強してましょうねっていう話ですね。まあ、技術投稿へのキャッチアップはやっぱりもう怠り続けることはできないと、まあ、当然実装のために必要になるということもありますし、新しい技術がやっぱりヒントになるというところもある。なので、もう会社の垣根を越えて論文リンクをやったりとかですね、読んだ論文 GitHub で公開して、読み会とか、誰か既に読んだ論文についてはみんなで共有したりとかですね、そういう活動っていうのを今やってます。ちなみにこのアーカイブタイムスっていう GitHub のリポジトリがあるんですけど、これ Twitter アカウントもあるんで、まあ、よろしければフォローしていただければなと思います。そうすると日本語でサマリが書いた論文がフィードに流れてくるということです。
ちなみにこれはフォロワー数が今700いて、後輩のフォロワー数を超えるっていう、ちょっと悲しい、まあ、悲しいのか嬉しいのか分かんないみたいな、あ、こういう方もいけない。とまあ、この5つのプロセスっていうのを今回ご紹介しました。でただ、この5つのプロセスっていうのは、その失敗から学んだことなので、この5つのプロセス自体も今試行して、これからまたいろんな失敗や成功も出てくると思います。そういう意味ではまだ発展途上というふうに言えると思います。でまあ、いずれにせよ、新しい技術を使うっていうところに際して、まあ、その技術を使えばいいものができるってわけじゃないですね。だからこういうのは一刻一刻変化してるんで、それを単純に追ってるっていうと、毎年やることが変わってモチベーションが下がるというような事態が発生するというのが一番最初の方に言った通りです。で今日お話ししたプロセスというのは、まず自分たちが情熱を持てるミッションであったりとか企画っていうのに立脚するというですね、まあ、単純にトレンドを追いついててそれを実装したいとかサービスに取り入れてみるというのとはちょっと一線を画す方法になります。なのでもしなんかはですね、まあ、今日研究機関にいるとかあるいは実はうちの組織もこういう状態を陥っているというところがありましたらですね、ぜひ今日ご紹介した方法をご参考にしていただければなと思います。はい、では以上になります。ありがとうございます。